ルーカス・バスケス・イグレシアスは、スペイン・アコルーニャ県、クルティス出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・レアル・マドリード所属。ポジションは、フォワード・ディフェンダー。2007年に、レアル・マドリードの下部組織に入団。入団後は、フベニル・ C チームと順調にステップアップしていき2011から12シーズンには、レアル・マドリード・カスティージャに昇格した。カスティジャでは、 レギュラーとしてプレジ、トップチームでは、プレシーズンマッチの遠征メンバーにも招集されたが、昇格の機会は訪れなかった。2014年に、RCD エスパニオールへ完全移籍オプション付きで、レンタル移籍した。エスパニオールで迎えた2014から15シーズンは、レギュラーとして33試合に出場して、シーズン終了後に、エスパニオール側は、完全移籍オプションを行使したが、 2015年7月2日に、レアルマドリード側は買い戻しオプションを行使、レアルマドリード復帰が合意したことが発表された。レアルマドリードの選手として迎えた2015から16、シーズンは32試合に出場し、攻守における献身的なプレーを見せ、2015年12月30日に行われたレアルソシエダ戦で、レアルマドリードの選手としての初ゴールを記録。 シーズン23ではリーグ戦で4ゴール6アシストを記録した。2016年5月28日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦のアトレティコマドリード戦では後半32分から出場し延長戦の末の PK 戦では第1キッカーを務めレアルマドリードの11度目となるチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。2016から17シーズンから 背番号を18番から17番に変更した。2016年10月26日、2021年まで契約を延長したことが発表された。2016年12月に開催された FIFA フフクラブワールドカップ2016では、ガレスベールが負傷したため、レギュラーとして攻守にわたって優勝に貢献した。2021年6月3日、 レアルマドリードと2024年までの契約延長に合意した。ユーロ2016のスペイン代表メンバーに選出され、2016年6月7日のジョージア戦でスペイン代表デビューを果たした。ありがとうございます。